ます。今日もね、そばの旅に出発しました。いつもご視聴ありがとうございます。色の割にはそんなにしょっぱくないですね。今日はですね、私の実家である栃木県鹿沼市にある山あいに入った小さなお店、宮入そばさん、ニラそばで有名な宮入そばさんに伺おうと思っています。また後ほどね、ご案内いたします。これからですね、あと10分ぐらいでですかね、宮入そばさんに到着します。ちょっと山峠をこう通りますんでね、今、うちの実家からだとね、近いところなんですが、ちょうど両サイドに鹿沼セブンツークラブっていうゴルフ場を通り抜けて、それから行きますね。これね、もうちょっと左側に宮入そばさんが見えます。いよいよ見えてきましたね。はい、左、もうちょっと行くとですね、はい、宮入そばさんです。じゃあ交渉に行ってきます。お待たせしました。ニラそば野菜天セット、はい、普通のニラそばと磯辺揚げです。はいはい、とにかく多いでしょ。これ普通盛りです。普通盛り、これがニラそばです。はい、こちらの店でもやってきた。うまいけど、食べても食べても減らない。大好きな磯辺揚げよ。お蕎麦屋さんでこういうの少ないよね。あったかいところに入れるのは分かるけど、よく食べました。少し天ぷら残したみたいけど、とにかく盛りが多い。普通の蕎麦の倍ぐらいの、両方ともニラ蕎麦で、うちの店でもニラを出してますけどね、本当にあのニラの産地なんでね、美味しいニラがたくさん手に入るってことで、ニラをメインに、お客様の半分以上がもうニラそばを、注文する、こういう店です。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかった。ジャンクションを使って、日光の方に走っていきますね。今日
とこれから消月氷室っていう天然かき氷の、蔵元までちょっと足を伸ばしてみようかと思います。なぜ日光の天然氷かっていうと、去年からね、私日光の天然氷を使ったかき氷を、うちの店として、桐生の店としてね、かき氷を、提供したいなっていう、そんな風にずっと考えてたもんですから、手に入らないんですね。現実はもう作る量が決まりまして、日光でも3軒天然氷を作ってるところ、あるいは秩父で1軒、軽井沢で1軒、こんなような感じなんですね。特にたくさん作ってるのが日光なんですね。今市の駅に来ましたね。駅のそばです。もう少しで、かき氷屋さんになりますね。じゃあさようなら、またお会いしましょう。